御嶽山、モグサ、ヒノ製薬モグサは、未完化の落葉、高木、木肌の内皮、大爆から抽出される、大爆エキスを主成分とした、胃腸薬である。第二類薬品。主に、長野県西部で製造されている黒色板状の、胃腸薬、組県医薬で、現在の医薬品のリスク区分では、第二類薬品に分類される。200年以上前から製造されているという、 木肌樹皮から抽出された、大爆エキスのみを配合した黒色板状の、苦味検移薬。この百草をより飲みやすくするために、丸状にしたものが、モグサるである。また、モグサは、大爆エキスのみでできているが、モグサるには、他の木薬も配合処方されている。日野製薬の御ンタケ産、モグサ、長野県製薬の宇たき百草では、以下の症状に効果があるとしている。 モグサ、ウタキ百草長野県製薬のウタキ百草には、成人の1日の服用量中に、オーバクの乾燥エキス1 8ムが含まれている。モグサの主成分は、みかん科の落葉、高木、木肌のない非オーバク、オーバクである。このオーバクを煮詰めて作るオーバクエキス薬は、基礎地方では、モグサと呼ばれ、島崎東村の道は、ふるさとにも記載がある。このように、 医腸薬として広く民間に普及していた。もぐさは、歌た信仰の広がりとともに全国に伝承した。三滝山の方から帰る人たちは、おもぐさという薬をよく土産に持ってきました。お百草は、あの高い山の中で取れる、いろいろな草の根から生した練り薬で、それを竹の皮の上に伸べてあるのです。苦い苦い薬でしたが、お腹の痛い時などに、それを飲むとすぐにな。 掘りました。お薬はあんな高い山の土の中にもしまってあるのですね。島崎東村、道話ふるさと24節。おもぐさより、大箱エキス、大箱を主成分とした胃腸薬は全国各地で古くから製造されており、もぐさもその一つ。現在では、これらの古くから作られている、医薬品を伝統薬とも分類している、大箱を主成分とする製品として、 次のようなものがある。ありがとうございます。